こんばんは、速稼塾の久保です。今日はね、レビューをしていこうかと思うんですけども、一つはね、この iPhone の11 Pro Max ですね。ちょっと大きめのスマホにしてみたんですけども、私むちゃくちゃこれね、使いやすいですね。従来のスマホってどれかな、こちらがこれ6なんですけどもね、ずっとこのサイズを使っていたんですけども、ほら、だいぶほら大きいでしょ。だいぶ大きいんですけども、おかげさまで文字タップがむちゃくちゃしやすいのと、このね、動画をみんなで見れたりとか、あと自撮りするときにもね、すっかり大きく見えるわけですよ。それからカメラが3つついてるんで、ものすごく映像が綺麗なのと、倍率がすごく選びやすいと、まあとにかくね、映像に特化してるんで、私なんてのは最適でしたね。素晴らしいですね。で、曲もいっぱい入れてしまって、聞いております。なんですかね、 YouTube のプレミアムプランに入ってる方はこの 11Pro Max が絶対いいですね。で、最高にいいのはね、最高にいいのはバッテリーですね。もう充電器持ち歩くことはありませんし、車のバッテリーをね、プラグから挿してやるやつ、あれもほとんど挿さなくなりました。はっきり言ってね、丸1日充電しなくても、私のペースで録画したりとかアップロードしても全然減っちゃうですね。今までバッテリーで焦ったことないです、これにして。本当に最高ですね。よかった。バッテリー問題で、iPhone を持ってからずっとバッテリー問題で困ってたんですよ。でも、今もうバッテリー問題もないですし、 USB ケーブルもそんなになくて大丈夫です。なんならね、 2,3 日充電しなくても使ってるって感じですね、こちらの方ね。本当に助かります。ということで、iPhone の11 Pro Max ね、ボトムズみたいなカメラついてますけども、ね、最高ですね。で、もう一つ、購入以来一度も手放したことがないのがこのワイヤレスイヤホンです。これも Apple から出てるものなんですけども、このケースあるでしょ。ケースから出すとこうやってイヤホンが取り出せるんですけども、失礼しました、取り出せるんですけども、このね、ケースに入れた状態でもうブルーのランプついてるでしょ。これね、これ充電なんですよ。で、これパカッと開けて耳に刺すだけで、こちらがね、認識するんですぐ聞けるんですよね。認識音もババーンってしますからね。で、こちらの方もすごく使いやすくって、たまにこれがね、どっかに入ってなくなっちゃうみたいな、今みたいにポロッと落ちちゃったりするんですけども、それさえ気をつければものすごくいいですね。で、このイヤホンのいいところって、イヤホン挿すじゃないですか。で、他の音が聞こえるんですよ。そういうモードがありますんで。もちろんイヤホンから流れる音声だけを聞くモードがあったりとか、あとイヤホン、本当にね、耳栓みたいなモードがあったりとかするんですけど、私の好きなのは外の音声もこのマイクで拾ってね、耳に流してくれるやつ、これがすごく好きですね。本当にね、リアルな暮らしに BGM が常にかかってる状態っていうのができますんで、人の話も聞けるし、会話ができるんですよ。プラス音楽も BGM もずっと流れてるって状態ですね。で、この2つの組み合わせが最強なんで、もうね、他のものってね、ガジェット使わないですね。そういった形で、私は iPhone 11 Pro Max と、それからワイヤレス AirPods ですか、こちらの方を最強におすすめします。で、今年の春には12、12が出るのかなと思ってたんですけども、例の感染症騒動があったのかどうなのか、ちょっと今アップルおとなしいですね。まあ秋ぐらいにはまたね、新作が出るんではないかなと思いますけども、新作出たらね、私乗り換えるつもりですね。十分この11iPhone の底力が分かったんで、私ね、6から5世代超えてやっとこれに切り替えたんですよ。 6S で十分だと思ってたんですけども、いや、このね、大きな画面じゃないと私はもう嫌ですね。体がでかいしても大きいんで、ちょうどいいです、これが、ね。これからも iPhone 11 Pro Max、AirPods 使っていこうと思います。ありがとうございました。